セクちゃん、おはよう。おはよう。おはようございます。ちょっと待って、まだベルトつけてない。おはようございます。はい、みんなおはよう。お、すずめさん、おはよう。声聞こえる？おはよう。もうちょい待って。みんなおはよう。カンドル横。塩蔵汚染問題なし、了解です。もうちょい待って、のんちゃん。はい、おはよう、まったん。おはよう。貸し切り風呂良かったよ。ぐっすり寝れた。寝るの遅かったけどね。ちょっと寝不足だよね。でもぐっすり寝れたよね。睡眠の質は最高だったよね。あれ、なんか良くないな。ちょっと待って、もうちょい待って、のんちゃん。コメントの文字表示されてる、見やすい。これでいいか。うん、オッケー。おはようございます。二日酔いにはならない、俺体質的に。よっぽどじゃないと、ビール3杯じゃなんないよ。お願いします。じゃあ帰りましょう、皆さん。今から帰ります。2018年3月の24 11時45分です。今博物館を見学してきました。帰ります。これからギリギリ、帰りません。おもちゃ博物館っていうかね、すごかったね。クラシックカーとか車とか、なんかあれだね、懐かしいものがいっぱいある感じだった。テディベアとか。水沢うどんどうする？お腹いっぱいだよね。朝食でお腹いっぱいだわ。水沢、歯切れがちょっと気になるけどね。あれ、いや、セットしないとわかんないじゃん。書いてある。歯切れが気になるけどね、俺。新宝館はいいや。もう疲れたでしょ、のんちゃん。もう僕らニートは体力の限界です。外出、久々の外出だったんで。体力の限界なので帰ります。新宝館はあるんだ、まだ。
変化がすごいね。2018年3月の24日11時53分です。電波ねえな、群馬は電波ないね。群馬クオリティ、超眠い。眠いよ。眠いね。土が広いな。
ちょっとなんだよ。お味噌町いらっしゃい。面白かったね。楽しかったよ。明日そうだね。明日は試合だね。はいはい、気をつけるよ。ありがとう。練習はやるんだ。スパーリングはやるね。ただスパーリングを試合だと思ってる人多いからね。スパーリングはスパーリングだからね。なんかね、リスナーさんはね、練習なのにバチバチ殴り合わせようとするから危ないんだよね。練習の時あんなに激しく殴り合わないのが普通の。怪我する。本気でやり合うのは試合前に1回か2回やるかやらないかじゃないかな。まあ、地下格闘技とか喧嘩屋さんの人たちはバンバンやるんだろうけど、本当は危ないのね。だからこう怪我しないようにお互いやんないとね。もちろんガチだよ。試合だからポチームはまあ怪我しても文句なしっていう。ヤノラッキーいらっしゃい。こんにちは。
帰るんだよ。なんか帰り帰り。全然練習してない俺。ぶっつけ本番だわ明日。全然練習してません僕。7時から19時からスタート。景色いいよね。山が見えるっていいよね。のどかだよ。最高だよね。俺の枠でやる。
転上手なの。ナビがポンコツなんだよね。前のナビが良かったんだっけ。してね、明日はぶん殴り合いだから、練習だけじゃなくて 本番さながらのガチの殴り合い一発やるんで、怪我する可能性があるんでね、ちょっと気合い入れて怪我しないように頑張ります。あボルサリーノさん、よかったよ、楽しかったよ。イカホ、あ、ぶつけた、事故った、自爆したな、自爆だよね、うん、なんでぶつけたあんなところ。いや目の前で自爆したんだけどガードレールに突っ込んだんだけど大丈夫、まあ軽くだもんね、ガシャンだもんね。なんでこんなとこ突っ込んだの。どういうこと。今度は磯辺温泉ねえ、温泉巡りしたいですね。たまにね、温泉街がねあるっていいよね、羨ましいよな。すごいっすね。いや温度が熱くて、俺はお熱いお湯が好きだから好き、良かったっすね。42度って書いてあったかな、 41.5 とか、結構熱めのお湯だったんですよ。イカホは17号かどうか分かんないっすね。っていうかあの車がI'm sorry.
電波がひどいっす。するか、寝よう。僕らちょっとあのロングスリーパーなんで、そう眠いっす。へっぽこなんで、そう寝ます。乗り事僕は。
こんにちは。すいません、先ほどの枠は爆睡してました。どうもこんにちは、今から帰ります。お疲れ様です。どうも、だいぶスッキリしたね。腹も満たされたし。古い車見たらさ、カックパッツもんね。安全だからか。卵型嫌いなんだけど。かっこいいよね。うん。あとなんか小さいしね。うん。ああいうクラシックカーみたいなモデルダサいんだろう。てかあのままなんかずっと乗らせててほしいよね。うん。規格が変わるからさ、どんどんなんかさ、税金とか高くなって所持できるの。要はあれでしょ、政治でどんどん新しいの買うようにしてるってことでしょ。とかクラシックカーだらけだっていうもんね。どうも、納豆キムチいらっしゃい。伊香保温泉ってところ行ってきた。はい、ワード2。エデンさんいらっしゃい。伊香保温泉だ。旅館に泊まってきた。登録してくれて、ぜひぜひ絡んでください。
大事だよ。ただ聞くだけじゃなくて。露天風呂入った入った。すごい良かったよ。ね、暑くてね。ちょっとこじんまりした露天風呂だったけど、俺は好きだな。すごい温まった。ね。ホクホクだよ。あ、同い年だね。タメだね。今年、俺もうすぐ33になるけど、多分同じ世代だと思う。今年3でしょ？
あ、そうなんだ。いいっすね、いいっすね。よろしくです、ぜひ。なんか今日はね、花見が盛り上がってるみたいね。野田通り主催で、みどりさんとか金梅さんとかひかるくんとか全員、なんか30人ぐらい集まってんだっけ？ 80 人っつった？なんかとんでもない量集まってんだよね、生主が。上野に。閲覧だから今日は伸びないでしょ。
それくらいのサイズでいい感じにしたいんだよな。ドラムに必要なのはまずはリズムキープ力が、あのね、ドラムってすごい特殊なんだよね。あのね、リズムキープもそうなんだけど、基礎が本当に本当に大事な、めちゃくちゃ基礎が大事で、基礎が全てだし、その応用も全部その基礎力みたいなのがないとできないしみたいな、そういう楽器だね。めちゃめちゃ大事だよ、リズムキープ。っていうかリズム狂ったらバンド全体が狂っちゃうから。だからメトロノームずーっと聞いてるの、イヤホンで。クリックって言うんだけど、カッ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 みたいな。だからね、頭の中でずっとメトロノーム鳴ってるみたいな。そうっすよね、基礎オンリーっすよね。で、基礎が上手くなると勝手に応用がね、体がついてくるようになるから。そう、リズム力がないと、リズムキープ力。でもそのリズムキープだけだとね、今度先が出てきて、今度バンドと合わせてバンドのノリみたいなのが出てくるのがグルーブってやつなんだけど、なんていうのかな、そう、バンドのメンバー独自のノリみたいなのが出てくるの。ちょっと速くなったりとか、盛り上がるサビ前とかさ、あと泣かせるところは少し遅くなったりとか、もたったりとか、それがね、出てくるようになると今度コピーできなくなるんだよね。かっちりコピーしてもそのバンドっぽくならない。あ、今でもやってるんだ、すげえな。だね、意外と知られてないのはね、ボーカルとギターは音外そうが、もたろうが走ろうがね、実はそんなに関係ない。ギターはだからね、リズム感ない人多いんだよ。結構走ってるよ。でもね、ベースとドラムだけはね、ずれたらダメな楽器の土台って言われてるんだけど、バンドでは絶対に狂ったらダメな楽器体だね。ボーカルとギターは下手でもなんとかなるんだ。下手なのが味に変わったりするから。
ないね。うん。BGM かけない。YouTube でね、BGM かけると、なんだ、収入が取れなくなっちゃうのよ。例えば、スピッツ流しながらドライブしてたら、スピッツの方に著作権がいっちゃうのね。評価する。トレって何？トレ？トレを一番評価する人？トレって何？大丈夫。トレが分かんねえわ。あ、ドラムの人？いや、グリーンでそんな上手くないよ。グリーンデーそんな上手くないよ。グリーンデーはね、どちらかっていうと、いや別に下手ではないけど、ドラム上手くないよ。グリーンデーは、あのね、グリーンデーはなんだろう、曲の構成と作りと、あとビリー・ジョーの歌声がズバ抜けてるっていうバンドかな。だからビリー・ジョーだよね。ドラムそんな上手くない。いや別にプロだから下手じゃないんだけど、別になんか見せるすごいドラムテクニックとか別にないと思うよ。っていうかむしろ一番最初の曲が一番テクニカルだったんじゃないかっていうぐらいじゃん。バスケットケースが一番うまかったんじゃない。うまかったっていうか、なんか特徴的というか。だからね、そのなんですよ。曇ってますね今日は。
朝ね天気良かったのに。東京の方向も曇りだから曇りかな今日は。
ね、ゾウザさん。嬉しいよ、そういうの。なるほどね。俺ね、ゲームセンター実はね、ガキの頃ね、出入りしたことなくて、あのね、ゲームセンターって怖いイメージがあって、行ったことないんだよ、ほとんど。一人で。友達がゲーム好きで、付き合いで行くぐらいで。それでも、ゲームセンターってすごい縁遠い場所なんだよね、俺の中で。でもね、ぼーっとするにはいいかもね。コインゲームとか楽しいもんね。ありがとう、アドバイス。それいいかもしんないね。そういうの、え？でも、コインゲームできるところ少ないよね。そうなんだよね。だから、田舎の方だと大型のさ、やつとか、面白いじゃん、競馬ゲームとか。ストックできるしね、コインを。でもね、高田の馬場に超古い、すごい伝統的なゲームセンターがあるんだよ。古いレトロ、ニコ生とかの放送とかもやってんだけど、あの、なんだっけ、大山信代がアルカノイドをプロってるの知ってる？アルカノイドってわかる？あの、ピンピンって弾いてブロック上の削っていくやつ。あれがすっごい天才なの、あの、ドラえもんの声の人。で、その人が持ってるアルカノイドが置かれてるの。要は大山信代が使ってたやつを開けたの、そのゲームセンター。めちゃめちゃ有名なゲームセンター。古いゲームがいっぱいあるの。昔やってたブロック崩しとか。そうそう、ブロック崩しのことアルカノイドっていう、一番元のゲームね、正式名称だね。楽しいよね。インベーダーゲームの古いやつあるじゃん、温泉街とかにある。ああいうの欲しいし、俺ね、何より絶対大人になったら、大人なんだけど、大人になったら欲しいと思ってたのが、あのピンボール、ピンボール大好きなの。楽しい、超楽しい。あ、タバコ吸えないんだ。へえ。子供の頃普通にやってたよ、インベーダーゲーム。マジだ。喫茶店みたいなところに行って。喫茶店にあったの。うん。普通に、うん、喫茶店のテーブルがインベーダーゲームになってる。へえ。ゲーム喫茶みたいな。はいはい。
改めねパチンコやるんだったらマジでね株とか FX やった方がいいと思うよ。要はねパチンコとかってさ結局時間食って投資にもならないじゃん、絶対負けるわけじゃん。でも株とかって勉強になるし、多分ね俺らが生きてる間ずっと続くゲームだから、あれ合法の賭場だから、あれなんか投資やればいいんだよ。寝かせたり塩漬けしたりデイトレードしたり、そしたら経済のこと分かるし、本業にするとかじゃなくて寝かせておいても解けないじゃん。だって国家が破綻するとか上場企業がさなくなるなんてよっぽどの確率なわけなんだから。クロス爺さんみたいな、ならないならない。ビットコインの立ちの悪いところは株とか FX に見せかけて全然カラクリが違うの。だからなんつうの、素人の人ほどなんつうのすごい単純な仕組みで上がるか下がるかなんだけど、ハマりやすいんだよ。ダメ、ビットコインはダメ。全然違うと思うよ。何 FX みたいなのって怪しい匂いがプンプンするんだけど、何 FX みたいなの。騙されんだよ。風船ありがとうございます。どもどもアンコールいらっしゃい。ペラルっていうのもうバレてるからね。でもやっぱりビジネスは実業が一番面白いけどね、俺は。実業が一番面白い。だから現物やりたくてシルバーやってんだよ。かなりリフレッシュできたね。やっぱ温まって寝るって大事だよね。
仕事やってる時もね、ずっと仕事やってますねって言われるの。だからその商談相手変えたりとか、ターゲット変えたりとかして遊んでて、営業がつまんなくなったら、だからなんて言うんだろう、ライフスタイルとさ、その俺が考えたのがその仕事をしたくなくて遊びを仕事に変えるっていうのがテーマだから、配信が仕事になったらダメなんだよね。難しいよ。だから温泉旅行いいねーよっちね。そう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 、もともとほら好きなことで始めたことだからさ、難しいんだよ本当に。配信は極めたいなと思ってるよ。仕事なんだけど、本来の意味の仕事って俺はそうあるべきだと思ってるんだけど、やっぱりね、どうしても人間だから、その労働とかお金のためにやっちゃう時とかがあるから、なるべくだからね、毎日ね、放送開く前とかに本当にパソコンの前でお金のこと考えないとか、収入のこと考えない、アイテムねだらないとか、いろいろそう考えてからやってるよ、トーク楽しむとか。でもさ、それがうまくハマればいい時もあるけどさ、やっぱアンチコメントとかでペース乱されたりすると、やっぱね、難しいし、笑って生きるって本当に大変だよ。楽しいことやって生活するって本当大変。
けど気持ち弱いからな結構デリケートなんだよあいつ。そう、テルの家にサンドバッグあるからぶったたいてこよう。バチンバチン。